こんにちは友達。あなたにとって新しい一般的なニュースをチェックしてください。あなたに幸せな視聴を望みあなた自身一つ。チャンネルに登録します。のいいねを与えてください。キングダム。実写、キングダム2、新キャラ、誰が登場本日、15日、より公開中の山崎県と、 先は立つ先が正式表記、主演によるヒット作の続編、キングダムに遥かなる大地へ。本作で新たに登場するキャラクターを振り返ってみた。前作、キングダムは、累計発行部数9000万部、2022年6月現在、を超える腹安しさの人気漫画を、ガンツ、図書館戦争シリーズや、アイアムアヒーロー、 などの佐藤信介監督が実写化。続編の舞台は、春秋戦国時代の中国で新国の玉座をめぐる争いから半年後。戦災孤児の主人公主神山崎が亡き幼馴染の忠よ、吉沢良と約束した、天下の大将軍になる夢を叶えるべく、隣国義々との邪魔、打扱、平原の戦いで偶人に臨む。 続編では、ンが戦場で五人組の歩兵5、5を組むことになる。本作のキーパーソンで、謎めいた剣士、教会に聖の7悲しみの一族とも呼ばれる、千年を超える歴史を持つ伝説の暗殺一族、死遊。私有地の一人である彼女は、特殊な呼吸法を操るヒギぎ、見舞、二ブで戦う。同じ五のおひらに岡山あまね、 その弟、後藤に三浦隆弘、五朝となる佐和慶に浜津孝行。新国の大将軍兵をに豊川越し、兵庫軍所属の千人将、幕古心に渋川清彦。百戦連磨の五朝で、新の組をぶるパイロにマカベ闘技。義国の大将軍クレケに小沢幸義五慶軍の副将、旧元に高橋努 私有の一人で教会が姉のように慕たう共造に山本千尋。新国の実権を握る上昇、両夫威に佐藤光一。露シ予中の一人で天才軍師の将平君に玉木博同じ黒氏与足らの一人で軍事を司る毛布に平山雄介。続投キャストは、新をはじめ吉沢亮、永世橋本環奈、歌良天大沢隆夫、王樹洋順。 通った鹿島正弘、将軍君行はご子かが正式表記、三島慎之助、碧、加藤正也、獅子、ら。編集部、石井ゆり子。